曲げても折れない発泡スチロールにする方法。まずはじめに、厚みの薄い発泡スチロールを、2枚用意します。次に、片方の発泡スチロールの天面に、養生テープを貼りましょう。裏側はこのように、テープを少し巻き込んだ状態に、しておきます。まずは、何もしていない発泡スチロールの方を、曲げてみます。案の定、簡単に割れてしまいました。それでは次に、テープを貼った発泡スチロールを、曲げてみましょう。テープ面を外側にした状態であれば、何回折り曲げても割れません。ではなぜ発泡スチロールが、割れないのでしょうか？例えば、CD ケースは発泡スチロールと同じ、ポリスチレン樹脂でできています。CD ケースを落とすと簡単に割れたり、ひびが入ったりするように、樹脂の特性的に、耐衝撃性が低い、それがポリスチレン樹脂です。そのため、発泡スチロールの板のみでは、曲げると簡単に割れてしまうのです。テープは折り曲げただけでは割れませんよね。しかも使用しているテープの樹脂の耐衝撃性は高い。おまけに本来割れるべき発泡スチロールの表面を、引き裂けないよう保護してくれている。だから、このように曲げても、発泡スチロールが割れることはなかったのです。この放送は、日に新たに、日清化成工業の提供でお送りしました。